ここが。お姉ちゃん、どこにいるの？いつき、翼から目を離さないで。わかった、クロム、力を貸してほしい。ああ、任せろ。よっしゃ、俺たちも気合い入れてこうぜ、カイン。おお、誰よりも早く戦場を駆け抜けるぞ。これはミラージュの気配。敵の気配は消えたようだ。せい。俺を構えろ、イツキ。はっ。先生だ、悪く思うなよ。初めて見るぞ。やってみねえとわからねえ。どうよ、俺の槍は。楽天発射だ。大成功。なんか初めて見るのがいるよ。失敗しないと逃がさないんだから。初めて見るやつだ。慎重に行こう。難しいかも。準備 OK だよ。とどろけ。この日を逃すな。大成功。仕事に遅れねえようにな。やってみねえとは。はあ。やっぱり怖いかも。倒してしまえば怖くないわ。手加減なんかしないから。ビビってなんてねえぞ。どうよ、俺の槍は。槍、俺の活躍最高だったろ。俺の技、今の樹なら使いこなせる。敵だ、不意打ちに気をつけろ。はっ。今のうちだ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。一か八かで。とどろけ。俺たちがやるんだ。難しいか。一か八かで。とどろけ。この日を逃すな。決まった。こいつ初めて見るぜ。難しいかも。行かせ。聞いたぜ。閉じるなよ。大成功。行きた。なんか初めて見て。ここか。ざっとこんなみんなの応援のおかげだぜ。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いい。俺を構えろ、イツキ。
ひとまずは安全か。あのさ、敵だ。一気に決めろ。手応えありそうだ。初めて見るぞ。やってみねえとわかる。カインと訓練したんだぜ。敵だ。一気に決めろ。はっ。先生だ。悪く思うなよ。天井駆け抜けるぞ。お。はっ。引き締めていこう。それよ。切る。やった。ビビってなんて、うやっ！クロム、俺に力を貸してくれ。それよ。切る。この日を逃すな。やった！私たちの勝ちだね。お疲れ、みんな。戦いにも慣れてきたな。撤退撤退。
敵だ。不意打ちに気をつけろ。敵の気配は俺を構えろ、イツキ。戦いは回避できたか。やっ。俺を構えろ、イツキ。敵の気配は消えたようだ。はっ。イツキ、近いぞ。手加減なんかしないから。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。一かバッター走れ、内向。いくよ。セッションいけるぜ。セッションいけるぜ。貫くよ。戦いにも慣れてきたな。やってみねえとわからん。うわっ。くっせえ。やれやれ、どうしよう。それよ、イカズチよ。この日を逃すな。決まった。今ぼーっとしてなかった？セッション行けるよ。今だ。止まった。ダメ。まだ倒れないのか。準備 OK だよ。こっちだ。ここか。決まった。やられる準備はできたかよ。いいね。はあ。弱点だ。頼んだ。やった。私たちの勝ちだね。この調子でガンガン行こうぜ。俺の技、今の五木なら使いこなせる。敵だ。ひとまずは安全か。おい、誰か助けてくれ。なんだこの声。あ、あそこ見て。誰でもいいから、その化け物をどうにかしてくれ。助けよう。手応えありそうだ。セッション受かて。いける。弱点だ。行ってくれ。決まった。いつき、必ずやつらを止める。行かずきよ。やった。大成功。うわっ。せ。この戦い絶対負けられないよ。オッケー。貫くよ。いいわね。行ってくれ。よっしゃ。ミラージュアタック、いけるぞ。イカズチよ。ここか。大成功。かっこいいとこ見せないと。セッション食らえ。いける。弱点だ。頼んだ。決まった。翼の力、この攻撃だ。私のやりさばき。うんうん。トーマ、すげえ。俺たちこれで一件落着だね。なんとか倒せた。ありがとう君たち。あれ、よく見るとあなたはもしかしてトーマの知り合い？
畑中八草さん、この業界じゃ知らない人はいない超敏腕プロデューサーだよ。今回のライブの仕掛け人でもあるんだぜ。お会いできて光栄です、畑中さん。名前だけ一人歩きしてる感じだな。まあそんな大した人間じゃないよ。と、それより一体何が起こってるんだ。106で騒ぎが起こって逃げ回ってたら。なんて説明したらいいのか。この場所から出られますから。おう、わかった。おい、見ろ、あそこ。お姉ちゃん。待て翼、一人じゃ危険だ。でも樹くん、お姉ちゃんが。落ち着くんだ、焦っても綾葉さんは助けられない。ごめん、あんな姿になったお姉ちゃんを見てたらキリアさんのこととかいろんな気持ちがごちゃごちゃになっちゃって、つい。そっか。ねえ樹くん、小学生の頃今と違って私がちょっとだけドジだったの覚えてる？今と違って？うん、それがどうかしたの？ああ、それで続きは？たまに私がドジして落ち込んでるとお姉ちゃんが誘ってくれるの、一緒に歌おうかって。そしたら落ち込んでた気持ちがどっか行っちゃって、お姉ちゃんと一緒に歌いながら笑っちゃう。だからもしミラージュがお姉ちゃんを操ってこんなにひどいことをさせてるなら、私は絶対に許さない。その様子なら心配いらないな。心配って？もしかしたら翼は綾葉さんと戦えないんじゃって思ってたんだ。もちろんお姉ちゃんと戦いたくなんてない。だけど私キリアさんや舞子さんから託されたんだもん。だから私の手でお姉ちゃんを助けたい。今度は私がお姉ちゃんを笑顔にしてあげたいの。翼ならきっとできる、俺も協力するから。俺たちにはもう一人心強い味方がいるし、きっとうまくいくさ。なあトーマ。ああもちろんだ、絶対お姉さんを助けようぜ翼ちゃん。いつきくん、トーマくん、ありがとう。戦いは回避できたか。敵が現れたぜ。
初めて見るやつだ。慎重に行こう。その技で行きましょう。ちぎれろ。これだな。決まった。こいつ初めて見るぜ。この日を逃すな。弱点発見。次。いいわね。いいね。バッチリ合わせるからね。三日月よ。よし。決まった。おっと仕事に遅れねえようにな。この日を逃すな。そうよ、俺の槍は弱点だ。翼、大成功。なんか初めて見るのがいるよ。失敗しないといいな。シーダに教わった通りに。おっと、自信を持て。お前なら勝てる。一か八かで走れ。ナイコン。次はどうすんだっけ。やってみねえとわからん。すべて焼き尽くす。次はどうしようかな。よっしゃ。落ち着いて集中して。よし、まだいける。どうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。一か八かで。この間合いならこの日を逃すとダメ。うひ、まだ倒れねえの。たぎるぜ。弱点だ。翼、無理してない。やっやった。やるやる。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか。敵だ、一気に決めろ。敵だ、一気に決めろ。俺を構えろ、イツキ。少し広いところに出たけど、本当にこっちで合ってるのかな。いや、ビンゴだ。あそこを見ろ。お姉ちゃん、やっと追いついた。あら、ずいぶんと可愛らしいお客さん。私だよ、妹の翼だよ。誰なの、あんな子。知らない。うん、違う。私、あの目を知ってる。あのまっすぐな目を。まるで翼。そうだよ、お姉ちゃん迎えに来たの。だから一緒に帰ろう。でも違うよ。翼はもっと小さくて可愛い。教えてあげるわ、お姉坊さん。あやが寝ていた間にこっちでは5年もの時が過ぎてるのよ。
子ね。つまりね、あの子は綾子の妹よ。お姉ちゃん、取り付いているミラージュのせいかもしれない。あら、ひどい言い草ね。人のせいにする男ってモテないわよ。私はアヤハを操ってないわ。だって私たちはパートナーだもの。じゃあ、あれがアヤハさんの本心だって？違うよ、イツキ君。こんなのがお姉ちゃんの本心のわけがない。だって私は知ってるよ。お姉ちゃんが毎日夜遅くまでたくさんたくさん練習してたこと。お姉ちゃんはいつだって前向きに頑張ってた。頑張ればうまくいくの？違うでしょ。練習で得られるのは虚飾の安堵、単なる自己満足に過ぎないのよ。そうよね、アイア。夜遅くまで練習したのは、そうしないと不安で眠れなかったから。私より可愛い子が何人も消えていく、私より歌が上手い子が何人も潰れていく、私なんかがアイドルをやろうなんておこがましいってすぐに気づいたわ。それなのにみんなは無責任に期待して重いの。私には背負いきれない。これ以上幻想を押し付けるのはやめて。私に才能なんてなかったのよ。そんなことない。アイドルをしてた時のお姉ちゃんはキラキラ輝いてた。歌ってる姿からこの仕事が好きだっていうお姉ちゃんの気持ちが伝わってきた。何を言おうと無駄よ。綾香はそんな軽々しくて無責任なあなたたちにうんざりしてるの。違う、そんなの信じない。私が信じるのは私が見てきたお姉ちゃんの姿だけ。才能なんて関係なく、お姉ちゃんはアイドルだよ。可愛くてかっこよくて大好きだから。今でも私はお姉ちゃんの大ファンだもん。音が聞こえる。これは翼の声。よろしくないわね。聞こえる？どういう意味？邪魔なんてさせないわ。私たちにはやるべきことがあるのよ。どいて！私はお姉ちゃんを連れて帰るんだ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。一か八、難しいかも。とどろけ！こいつ初めて見るぜ。やってみねえとわからねえな。やっとお姉ちゃんを見つけたのに邪魔しないで。
中して。おっと。クロム、俺がお前を守る。難しいかも。見切った。やった。よし。きっちりな。やってみねえとわかる。聞いたぜ。結構手強いかも。失敗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 。私のやりさばき見せてあげる。どうしよう。セッション行けるぜ。クロムみたいに。よし勝負。この毒まずいな。はあ、聞いたぜ。翼落ち着いて。落ち着いてって言われても。任せて。サンキュー、助かった。うわっ。クロム、俺に力を貸してくれ。難しいかも。光の刃よ。あっちゃー、ラスイッチたぎるぜ。聞いたぜ。結構手強いかも。失敗しない。かわせないよ。ミラージュアタック、いけるぞ。一か八かで。遅い。勝てるか。消費したカロリーで。特大パフェは無理そうね。任せて。うわ。どうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。セッションいけるぜ。クロム、解き放つ。俺たちこの調子で行こう。俺の技、今の樹なら使いこなせる。早くお姉ちゃんを追わないと。翼、ちょっと待ってくれ。追うのは賛成だけど、一度落ち着いた方がいいかもしれない。アヤハさんについて少し気になったことがあって。気になったこと？翼の声が聞こえていない、そんな気がするんだ。聞こえてないっていうより届いてないって言った方がいいのかもしれないけど、思い出してみてくれ。アヤハさんはあのミラージュには従ってたけど、翼の言葉には答えを返していなかった。言われてみればそうかも。だけどどうしたらお姉ちゃんに声を届けられるの？歌というものがあるわ。シーダ。翼の姉を思う気持ちと焦り、今も私に伝わってきてる。だからこそその思いを歌に乗せればいいと思うの。思いを歌に乗せる。キリアのライブを見て、歌には言葉に特別な力を与える効果があるように思えた。それは俺たちの持つ戦う力とは全く異なる力だ。キリアさんのライブ、私歌ってみる。私の歌で今度こそお姉ちゃんを助けるんだ。この光はライブの時に出てきたパフォーマー。イツキ、確かチキのユニティには才能を開花させるものがあったはずだ。このパフォーマーを使えば、もしかしたらミラージュの力を破れる歌を。うん、試してみようよ。
やるよ。やるしかねえな。レディアントユニティって言うんだよ。新しい、あ、翼お姉ちゃんのお姉ちゃんを助けるために特別な歌が必要なんだよね。もしかしたらその歌ってレディアントユニティで覚えられるかも。新しいカルネージが作れるようになったよ。新しいレディアント、どんなのが、これでいい。それじゃあシーダ、私に力を貸して。今つく。Thank you.
次は。これでいいかな？それじゃあ。やった！おう！これ、それじゃあ。もっと羽ばたけ、私！やったわね、翼。これでお姉ちゃんに私の歌声を届けられるのかな。自信を持って、翼ならきっと助けられるわ。そうだね、私やるよ。絶対にお姉ちゃんを助けてみせる。パフォーマー、これでいい。それやったぜ。さすがだ。次は知りたいジャンルを選んで。どんなことを知りたいの？それはね、いいか、クロム。ん？うん。しかし。ありがとう。